いやーなんか新しいニューバランススニーカーが欲しいんだけども実際に調べてみるとめちゃくちゃいろんなシリーズがあるからどれ買っていいかわかんないんだよな値段ももうピンキリで安いものだと街のこう靴屋さんにあったりするやつからもう高いものだと4万円ぐらいするからもう何のことやらさっぱりわからないで情報検索してみてもマニアックな情報だとかコレクターっぽい方の情報だとちょっとこう自分が取り入れるにはハードル高すぎるしまっ スマス迷宮入りしちゃうんだよな誰か大人のファッションに似合うニューバランスの選び方しっかり教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人に合うニューバランスのスニーカーナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあニューバランスのスニーカーというのはもうですね今ではだいぶ定番的な位置づけになってきたかなと思いますとは言ってもですね不遇の時代が結構長く続いたわけなんですねニニューーーバランスのスニーカー履いてると ででそんんなダサいいスニーカーカ履いてるんですかみたいなですねことを言われることも前は結構あったんですね僕もニューバランス歴はそれなりに長くなってきたんですがかつてはそっちの方の側だったんですね。ニューバランス,のスニーカーっておじさんが履くやつでしょとかなんかファッション好きな人ってニューバランス好きだけどなんだか意味が分かんないんだけどという立ち位置だったんですが、まあ、実際にですね試着をしてみてあれなんか悪くない気がするなというところから見慣れてきて買ってきて。 まあ今ではもう自分の中では欠かせないアイテムになってきてるわけなんですが、まあ、そういったニューバランスの立ち位置も今ではだいぶ定番化してきたかなと思いますただ冒頭にもお伝えした通りニューーババランンスめちゃくちゃゃくくリエーションがたくさんんあるんですねこれがですね苗木だとかそういったブランドであればデザインのですねバリエーションも多かったりするのでまだ分かりやすいんですがニューバランスって結構ベースのデザインってそんなななに変わらいいじゃないですかその中でも結構いろんなですね番号があったりするのでもうどれがどれだか わからない何を買えばいいのかわからないという方が少なくないかなと思うので今回はですねしっかりと大人に合うニューバランスのスニーカーどれなのかというところをですね皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています僕はあくまでスニニーーカーマニアといいうわけでではないんですねレアなスニーカーを買い揃えたいだとかエッジの効いたこういったスニーカーが欲しいっていうような感じのですね感覚の持ち主ではなくてあくまで着こなしのパーツとしてスニーカーを選んでいくので奇抜なものも選ばないし全体と調和をし たいものも選ばないんです、ね、なのでメンズファッションにおける一つのパーツとして使いやすいものをしっかりとお届けできるかなと思うので、まあ、是非皆さんもですね今後ニューバランスのスニーカーを買う際に今回の動画を参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、といとうことでこ,こからですね大人に似合うニューバランス No.1 決定戦ということで皆さんに動画をお届けしたいなと思ってるんですが僕もニューバランスについての動画はこれまでにもう何本か上げているんですが気づけばこのようにですねいろんなニューバランスのスニーカーをですね買い集めてしまったわけなんですね割れながらちょっと引いてますしかもほとんど色が変わらないのでなおさら引いてるわけなんですがまあほにねいろいろと買うことで僕自身が体験できることとか語れることの幅が広がるので一、まあ、つのですねこれは投資だと思います。 と思っているわけなんですが1点ずつ皆さんにご紹介をしていきたいなと思いますまず値段がリーズナブルな方から徐々にこう上がっていくというような形で皆さんにご紹介したいなと思ってるんですねまず最初にご紹介したいのがですねこちら 996CM というですねシリーズになっています、まあ、僕がですねご紹介するニューバランススニーカーの中でも最も基本的な一足になってくるかなと思います様々なお店でも展開してますし何だったら Amazon とかでも買える ようなですねスニーカーになっていまして入手のしやすさというところでも結構安定してますねまあ、楽天でも買うことができますまあ、最もですねファッションと癖なく合わせられる一足でまあ最初の一足としてはこれがいいかなというところで挙げられることが多いのが996かなと思いますまあ、ニューバランスらしいグレーですよねミディアムグレーぐらいで明るすぎず濃いすぎないような形でまあ、よりスタンダードと呼べるところですかねなんか癖がないんですよ、まあ、そもそも ニューバランスをスニーカーっていわゆるこうザ・ランニングシューズという感じでおじさんが履いてそうなイメージもあるんですがその中でもですね割とこう金星が取れていてまあほにこうベーシックな一足かなと思うのが996だなと思っていますで街でも履いてる方が意外と多いのが996なので割とかぶりますそこは一つのデメリットかなとは思ってまして合わせやすくて買いやすい価格帯もですね16280円現在の価格になっていますがまあニューバランス その中ででは比較的買いいやすいですもっとこう1万円以下のものとかもですねあったりするんですがそういったものは基本的にはあまりおすすめしませんニューバランスのスニーカーというのはこの中で、まあ、正直一足あれば僕は十分だと思うのでそんなに安すぎるものを買わない方が僕はいいかなと思ってるんですね、まあ、初級者編として最初の一歩としては996がいいかなとは思うんですが意外とですねその他のニューバランスですね特にこの辺りと比べてもそこまで値段は3万円 4, 円ぐらいしか変わらないのでまあちょっと量検討とといいうところでで選んでいただ真面目な雰囲気の方もうザ定番が欲しい方であれば「996CM」がまず間違いがないかなと思うので一つの個性として「ザスタンダード996」というところは覚えておいていただきたいなと思っております。 続いてですねご紹介したいのが2002というですねモデルになりますこれはですね僕は実は2足持っておりましてちょっとこれ追加で置いておきたいなと思います、まあ、2002というのはですね結構ファンが多いですねシリーズになっています、まあ、細かいですねスニーカーの歴史だとかうんちくに関しては僕はさほど知識を持ち合わせていないので他のチャンネルだとか Web で見ていただければなと思うんですが2010年に誕生したのが2002というモデルなんで ですが当時はメイドイン USA という形でリリースされていたものをですねアジア生産で最近ですね復刻してあるのがこちらの2002になっていまして僕もですねこれまでで3足購入したんですね何年前かな23年ぐらい前に復刻されたモデルが結構ですね人気でなかなかレアで買えなかったんですが、まあ、グレーなんだけどもこのですねダークグレーといわゆるこのニューバランスらしいミディアムグレーのちょうど中間ぐらいの色だったんですね。ややオリーブっぽく見えるような カラーリングでその渋さも相まって個人的にはすごく気に入っていたんですがこのモデルというのは結構ファッション好きの方に愛されるモデルなんですね996はザ・ベーシックという立ち位置でしたが割とクロートにも受けるのが2002という立ち位置だったんですが最近はいろんなカラーを出していてですね買いづらかった頃に比べるとややですね入手しやすくなってきているので割とこうファッションが好きな方が持つというよりは996の次のモデルとして割とこう 一般的にも取り入れやすい立ち位置になってきてるかなと思うんですね価格もだいたい19,800円から物によってこ22,000円だとかあとはこのゴアテックスモデルっていうのもあるんですねこちらは2年ぐらい前に購入したゴアテックスモデルなんですがちょっと重量感もあって重厚感もある感じでダークグレーの色味これがすごく気に入って購入したのがこちらのゴアテックスモデルなんですがこれは雨の日だとかあとは雪ですね2年前の冬にですね冬の北海道に旅行した際もこれで乗り込んだわけ なんですが滑ることなく非常に便利だったのがこのゴアテックスモデルなんですね、まあ、こういったバージョンもありますがこのニューバランスの一番ベーシックなグレー系ですねこれがなんだかんだで使いやすいんですよ、まあ、ちょっと脱線しますが僕が持っておくべきスニーカーだと思っているのがホワイト系のスニーカーですねそしてブラック系のスニーカーっていうのも使いやすいですねそしてその間に来るグレーというものこの3色があれば結構様々な着こなしに合わせやすいんですね ホワイトっぽいものもものあああるるしととはブラックだとかネイビー系もあるんですがやっぱりこの中間を埋めてくれるグレーというものが、まあ、僕はニューバランスを象徴するカラーだと思いますし着こなしの中にも他の靴にはない魅力がバチッとハマるので、まあ、グレーがいいかなと思ってるんですがこのカラーリングもすごくいいなと思います原稿で買えるので 2002RST というモデルぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思います割とこうプレーンすぎずにクロート感強すぎないというところでは2002が 僕はすごくバランスが取れてる一足だなと思っていますので、まあ、是非皆さんもですねこれ覚えておいていただきたいなと思います。 そしてですね、こちらがですね、ちょっとゴテゴテとしたデザインのですね、スニーカーになってまして、1906というモデルですね。ちょっと僕が今持っているのは、いかついやつなんですよね。これ、最近発売されたモデルで、1906の別注版ですね。まあ、ドメスティックブランドの N ハリですね。これが別注かけたやつで、抽選だったんですよ。ユナイテッドアローズの抽選で、普通に申し込んで当たったんですよ。これ、めちゃくちゃテンション上がりました。僕はちょっとレアなモデルを 収集すすするるようなななでででね趣味がががあるわけでははいいいんですがこれは普通にカラーリングがいいなと思って購入したわけなんですねたまたま当たったという運が良かったという一足になっていますが、まあ、ベースはグレー系でそこに対してベージュとかブラウンが乗っかってるというですねすごいですねバランスのいい仕上がりになっていますまずは1906のデザインを見ていただきたいんですが割とですねゴテッとしてるんですね2002に比べてもですねよりゴテッと感が強くなってくるんですねサイド から見た感じもですね2002は N がちょっとちっちゃくてコンパクトで996に比べると少し凝った感じにはなるんですが割とまあおとなしい方だと思うんですねそんなにゴテゴテしてない一方で1906に関しては割とですねサイドから見た感じはゴテッとしていて僕はですねこの N が小さめでそこのですね周辺がこう三角形っぽいようなバランスになっているところがですね190の特徴だなと思ってましてフロントもね結構ゴテゴテしてるんですよね のゴテゴテ感が最初見た時にはダッサいなと思ったんですよダッサいんだけどもなんか気になるっていう、まあ、ニューバランスのこう特徴としてダサかっこいいっていう言葉があったりしますがなんかそこにですねバチッととるのが1906だなぁと思いましたちなみに1906というのは1906年ニューバランスがですね誕生した年をネーミングにつけたわけなんですがこのモデルはですねちょっとゴテゴテ感があって個人的にはくろと見えするのですごくバランスのいい質に スニーカーカだななと思います。す僕ははこちらに関しては2足目なんですね。1906前に持ってたのがビューティーユースが別注をかけたバージョンなんですが意外とですね1906はこのゴテゴテとしたデザインがツー向けなのでいろんなブランドから別注版が出てるんですねそういった意味ではちょっとこうファッションが好きな人にガッチリとハマるようなそういった一足かなと思います初級者の方にはまずおすすめしないですねゴテゴテ系のスニーカーになりますので、まあ、今回のですねご紹介 の中では最もデコラティブなですねデザインが1906かなと思います個人的には結構好きです2002の感じにちょっと飽きてきたなとかモデル的に結構いろんなカラーとかまあ、街に溢れてきたなって感じた時に1906に行ってもらうと面白いなと思いますね履き心地で言うとちょっと効が高く感じるんですね個人的にはなのでま2002とかの方が個人的に履きやすかったりするかなと思うんですがそういったちょっと癖があるところも含 含めて通好みでなかなかいいなと思うのが1906なので、まあ、是非頭の片隅に置いていただきたいなと思います。 そして続いてはですね、1500というモデルですね。これに関してはですね、結構大人っぽくて上品な雰囲気なんですね。メイドインイングランドということで、まあ、英国の雰囲気というところで、まあ、ミニマルなデザインですよね。無駄がなくて N ロゴもですね、コンパクトに配置されていて、このあたりにも品を感じますね。全体的に無駄のないデザインで、このあたりが個人的にはかなりですね、バランス取れているような一足かなと思います。まあ、個性として すすごくミニマルで使いやすいといやととうころただ値段がですねグッと上がって3万5200円ということでスニーカーに3万円台って正気じゃないなと個人的にはかつては感じていたんですねただ最近は僕は革靴をですねあまりこうプライベートで履かなくなったんですねその代わりにちょっとこうスニーカーに投資をするというふうになったので、まあ、3万円台のスニーカーもたまにはいいかなというふうに思っております、まあ、グレー系ではあるんだけどもちょっとこうベージュかかったような ちょっっと独特ななグレーにてていましてこの辺りも僕は柔らかみがあってすごく1500らしいなと思っていて好きなポイントですねなんか大人の男性にはまりそうな一足かなと思ってまして、まあ、以前の動画でもお伝えしましたがネイビーもあるんですがイケオに見せるのであればネイビーとかの方がシャープでかっこいいかなと思うのでその辺りはですね一つの参考にしていただければなと思っておりますパーツもこのミディアムグレーとちょっと深めのダークグレーのパーツも使ってたりしてこの辺りのコントラストも 含めてすごくバランスもいいしあとは本体と同色のね紐の感じもちゃんとこう馴染んでいていいんじゃないのかなと思うので結構地味だけどすごく大人世代におすすめなのが1500かなと思ってます。で買えるタイミングと買えないタイミングがあって意外とですね品切れのことも多いので、まあ、是非チェックしていただきたいなと思っております。 そしてですねニューバランスといったら990番台っていうところがですね好きな方はすごくこだわるところかなと思いますその中でも僕が愛用しているのが 990V6 というモデルですねこれもですねちょっと癖ありのモデルかなと思います990番台っていうのはですねやっぱり3万円オーバーでまあニューバランスのスニーカーの中でも結構グレードが高いシリーズになってくるんですね ですね、歩き心地もいいですし高機能な一足になっているんですがメイドイン USA でかなりですね作りも綺麗なので個人的にも気に入っていますで990の中でも V5 というですね前代のものと今回最新の V6 ではだいぶ個性が変わるんですね V5 の方が僕は完成度は正直高いと思ってるんですねより大人っぽくて上品でまとまったスニーカーだなと思っているんですが一方で V6 に関しては結構ダサいと呼ばれることも 少なくなくかったりしてまずはソーールのボリューム感ですねこの辺りは最近のサロモンだとかあとはホカだとかその辺りのボリューミーなスニーカーというところとちょっと近しい雰囲気を感じていてニューバランスの中でも割とですね今っぽいなという雰囲気が漂うのが 990V6 かなと思いますここに対して賛否両論が湧き起こっているわけなんですが個人的には結構好きです、まあ、ニューバランスに対してシャープさを求めるというよりは僕はなんかやぼったさがあったりしてもいいと思う方だし 今っぽい感じに振ってあるのも僕は悪くないなと思っているのでちょっとこう最近のですね厚底系のスニーカーが履きたいそれをニューバランスで実現したいという方には 990V6 はおすすめかなと思います発売当初はなかなかレアで買いづらかったんですが今結構いろんなところで売っているので手に入りやすくなってきているかなと思いますかえって1500の方が僕はレアかなと思っていて売ってるところが少ないなという印象ですね僕インテリアショップのシュボネってところでこれ買いましたから意外とで ですね、売ってるところは少なくてレアなスニーカーかなと思っています990というもの自体なかなか買いづらくはあるんですが V6 はちょっと安定してきているところではありますポテッとしたデザインの中にニューバランスの N ロゴが埋もれるように配置されていてミディアムグレーとチャコールグレーのこのグラデーションですとかポッテイとしたソールの感じあとは紐に関しては白とですねこのブルーグレーっぽいもの2本入ってるんですが僕は本体になじませるようなグレー系で紐を選んだ方が、まあ、より大人っぽく まとまるかなという形でこちらを選んでいますまあ、これ服が好きな方であれば990番台は1足持っておいてもいいんじゃないのかなと思います2向けなのがこの2足なんですねその中でも割とこう個性がっつり強いですね1906ともうそこまでですねデザイン的には癖は強くないんだけど今っぽいこう厚底感があるっていうのは990でまあこの2足の中では割とこっちの方が合わせやすいかなと思うのでまぜひ皆さんも 990V6 を覚えておいていただきたいなと思います 持っております。 そして最後がですね撮影の中でもよく使っている992というシリーズですねこれに関してはですね僕が持っているニューバランスの中では最も好きなのがこれですあまりに好きすぎて事務所でしか履いてません卸してない状態ですねまあ名盤と呼ばれるもので僕もですねこれはスニーカーダンクで3年ぐらい前かなちょっとだけプレネで買いました多分定価に比べると23000円ぐらい高かったんですが今だともっと 高くなってる可能性もありますねもうなかなかですねこれリリースされないのでちょっとレアなモデルになってくるかなと思います992ということで990ともちょっと近しいところもあるかなと思うんですねソールも厚めで色合いのグラデーション出し方とかも結構近しいところがありますだけど N のロゴはですね今回ご紹介する中で一番ちっちゃいぐらいかな割とコンパクトに配置されていて上品な大人っぽさもあるだけどやぼったさはありながらもな金星が取れていて美しい 仕上がりなんですよねこれはなんか完璧なニューバランスのスニーカーだなという印象があって僕もですねあまりに気に入りすぎてこれは履いてないというような名盤ですね履いてなんぼなんですが、まあ、動画の中でよく使っているのでそれでよしにしたいなと思っているんですがこれは本当にこにニューバランスを愛してやまない人向けの一足かなとは思うので、まあ、ちょっと一般向けではないんですがこういったものもありますよということで最後ご紹介させていただきましたでこの中でじゃあですねどれがナンバーワンな のかとというところでもうお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ、いろんなナンンバーワンの考え方がありますその中で僕は皆さん一番ですね今押したいのは2002のこちらかな一番ニューバランスらしいカラーリングでミディアムグレーとチャコールグレーが使われていて価格1 9800円ということで決して安いスニーカーではないんですがニューバランス結構安いものから高いものまである中でまだ買いやすいですよというところでこれを今回ですねナンバーワンにしたいなと思います。 意外と 2002R の中ではこのど真ん中のグレーってないんですよなので僕はちょっとオンラインでですねニューバランスを最低これ見つけた時あるんだっていうですねちょっと意外性があったんですね、まあ、このカラーはすごく使いやすいしコーディネートの中にも使いやすいですよね白パン合う黒パン合うグレー系のパンツでグラデーションも合う短パンで使っても合うというところで癖も強くないしそれなりにクロート感もあるというところでは996もいいんだけど価格差で言うと意外とそんなにですね 3000円4000円しないくらいの価格差なので僕はもう最初っから200 2 0 0にいっちゃっていいんじゃないのかなっていうのが今の気分ですねデザイン的な癖もそこまで強くないですこの1906と比べちゃうとねなおさら強くないのでまあ是非この辺りをですね1足目として持っとけば適度なクロート感も漂うのでいいんじゃないのかなということで今回はこちらを1番にしてあげたいなと思いますそしてクロート向けで使いやすいのが 990V6 かなと思っていましてこれも結構 おすすすめですねもう本当におしゃれが好きな方であればこういった1906ですね別注版とか、まあ、最近もねなんかいろんなモデル出て速乾してるものもあったりするので、まあ、ちょっと服が好きな方は1906なんかもいいかなと思うので、まあ、そんな具合でですねニューバランスを意識していただくといいんじゃないのかなと思っております。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではお隣に合うニューバランスナンバーワン決定戦というテーマでお届けをさせていただきました。自分でもですね、引くぐらいいろんなものを持っていまして、ちょっとですね、これを皆さんにご紹介できて、気分的にはですね、すごく満足してるんですね。いろんなモデルが出てきていますし、まあ、最近はニューバランス以外にもアシックスが出てきたりだとか、あとはサロモンだとか、ホカだとか、さらにはミズノだとか、結構バリエーションが増えてきてるんですね。シンプルな白系、ブラック系のレザースニーカー以外のちょっとボリューミーな 思う中でのニューバランスというのは以前に比べるとちょっとこうブームは落ち着いてきてる感じも正直するんですね。ただやっぱりベースの一足としては一足は絶対あって間違いがないのがニューバランスだと思うんですね。割と一般的な認知度としてもですね、アシックスとかミズノとかこの辺りもですね伸びてはいるんですけど、まだですね一般的には全然浸透してないので、そういった意味ではニューバランスの方が安心感があるんですね。その中でもまあ、今回ご紹介した2 0オジョリーなんかはすごく 使いいやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですね今後のお買い物の一つの参考にしていただきたいなと思いますまた皆さんの方でも気に入っているニューバランスのモデルがあったりだとかまあ、質問がありましたらですねコメント欄に書いていただけたらいろんな情報がですねにぎわってくるかなと思うのでぜひよかったらお力添えいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中では結構ですねユニクロですとか無印だとかプチプラ系のブランドをご紹介することが多いんです もうちょっとツー向けの専門ブランドだとか今回ご紹介した中でもですねこういったコアな一足だとかっていうのはですね僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でわいわい楽しくやっていますので気になる方はですね概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの旬でしたまた次回の動画もお楽しみに